でご覧のように、まあ、市場区分がプライムスタンダードグロースになってで、プライム1841社、まあ、これがほぼ東証一部がっていうことなんですけど、竹蔵さん、これ東証一部がもともと2185あってプライムが1841に、まあ、ちょっと減るんですけど、社数がもうちょっと減るかなっていう最初思いましたけどね。まあいろいろあったんでしょうけど、もうちょっとね絞り込みがあるのかなっていうのが、まあ、正直なところだったと思います。そうですね、まあ、300何社減るんですけど、1月11日にねそれぞれの会社が一応こういうところに配属されますっていうのだけは明かされたわけなんですけど、これ面白いんだ、あれだね、東証2部が全部スタンダードを選んだっていうんですね。選んだっていうよりもその決まってたんですよ ね、まあ、ててね、あれ2部とジャスダックスタンダードがスタンダード、うん、マザーズとジャスダックグロースがグロースってもう決まってたんですけど、それを市場であんまり周知されてなくて、そう一番下に合計社数がプライム1841、ね、スタンダード1477、グロース459社っていうので、プライムっていうのが僕の中ではプレミアムみたいなイメージなんですけど、今の東証一部のイメージ、そうなんだけど、うん、プレミアムが一番圧倒的に多いっていうね、社数がみたいな振り分けなんですが、そうですね、まあ、ちょっとこの投資アイデアってことでいくと、はい、ポジティブになる話っていうか、そのどうにかしてプライムに行こうとかいようみたいなことっていうことが会社にとっての尻を叩くみたいな感じになる可能性はあって、プライム市場に行きますって自分たちが言ったんで区分もされてるんだけど、上場維持する今後居続けるための基準には適合してない会社が結構多いと。そうですね、うんうん、やはりこの新市場に残るためには、まあ、流通時価総額100億円以上だったり、あと流通株式比率が 35% 本来達成しないといけないんだけども、うん、今回まあ東証さんがまあ急にこの東証再編、まあ、プライムっていうのがあって、企業側に振り向けた時にやはりプライム市場に行きたいと、はい、ただその今流通時価総額が100億にまだ満たしてない企業だったりがあると思いますね、うん、それが今こう岡村さんが出したように流通株式時価総額が達してない企業は217社あるという、はいはいはい、ただ今回はその経過措置っていうのを企業が提出すれば、うん、そのプライム市場にそのまま4月4日からも行けるっていうことに東証さんが発表しているっていうことだと思いますよね、うん、はい、流通時価総額を達してないってやつ会社はもう株価を頑張って上げればそうですね行けちゃう可能性だってあるんですけど、流通株式比率が達してない会社とかだと流通株式比率っていうものの仕組みとかも知っておいていただいて、まあ、上げていかないととかっていうのはあったりしますが、この流通株式時価総額が217社、まあ、その達してない会社がどれぐらいかけて改善しようとしてますかっていう計画期間を、まあ、一緒に出してるんですけど、あ、これですね、うん、で1年未満って回答してるのが一番少なくて、だからもう速攻頑張りますみたいな会社って結構少なくて2年から3年かけてやりますって回答してる会社が多いんで、今一番多いんです。まあ、でもこの83社がやっぱり2年から3年かけてっていうのは、うん、まあ、それが適当なのかなと。でただここが今ちょっと東証さんがいらっしゃるんですけど、まあ、東証さんがこれをゴール地点をまだ決めてやってないっていうのも、今後やっぱり東証さんが早めにこのゴール地点っていうのを出してあげた方がやっぱりこの企業側もいいだろうし、まあそうですね、あの投資家の方もそういうことは言えるのかなというふうに思います。上場維持基準っていうのは、まあ、プライムスタンダードグロースごとでプライムが一番厳しい、スタンダードグロース、うん、まあ、グロースが一番緩いっていう、そういう、まあ、条件ではあるんですが、株主数っていうところは緩和されたんですよね。そうですね、株主数の基準は、まあ、最近株主優待を廃止する動きっていうのが出てきてると思うんですけど、うんうん、そうですね、それも多分これ一つ絡んで、今までこれ株主数が東証一部は1200人だったかな、確かその辺が基準だったと思うんで、そこまで増やすのに株主優待を拡充したりっていう企業が出てきたんだけど、多分この株主数が800人になることによって、そこまで株主優待やらなくても800人ぐらいだっていけるよっていう企業も出てきて、こう株主優待を廃止して配当を重視するような企業も出てきてるのかなっていうのが伺えるっていうのが、この株主数から見ればそういうことかなと思います。そうですね、まあ、ちょっと色つけてるところがまあポイントになるところで、流通株式時価総額のこの基準がまあこんなのがあって、流通株式比率は 35% 以上がプライム、スタンダードグロース 25% っていう基準になっておりまして、じゃあその流通株式っていうものも知っておいていただきたいなということで、はい、こちらですね、これまあちょっと自分で分けてみたんですけど、はい、左側が流通株式にカウントされるもの、流通株式にカウントされないものが右側になってて、まず流通株式、市場で流通してないのに流通株式にカウントされるものでいうとね投資信託や年金信託に組み入れられた株式は
それがその発行済みの 10% 以上持ってたとしても流通株式にカウントしてもらえる。であとは企業で持ってる分でも準投資って書いてれば OK と。なんでまあ光通信が持ってるとかみたいなやつは OK、ね、うん、なんだけどダメなとこで言うと主要株主の持ってるやつとか、まあ、役員が持ってるやつ自己株式とか、まあ、そういうのはカウントされないのはいいんですけど、まあ、一番右下の政策保有株、まあ、もちろん流通してないですけどこれは流通株式にカウントしませんと、まあね、だから銀行保険、うん、あと事業法人というかこう企業のところもやっぱこれが政策保有というところで組まれてきてるんで、うん、やっぱりこれもう2年3年前ぐらいからこのあたり持ち合い解消みたいなのも進めている企業が多いのもやっぱりこういう東証再編の話で進んできてるのかなっていう印象はありますね、うん、なるほど。結局流通時価総額を高くしようとか高くしないといけないみたいな会社っていうのは結構多いのがさっきまあ表であった通りで、それを上げるために政策保有株が多い会社は政策保有株を減らして流通株式の比率を高めたりしないといけないっていうのはあるんですけど、そういうのがない場合はもうあと流通時価総額を上げる株価を上げるというところの対策っていうのを取るっていうのは考えられるんで、それでちょっとその例えばどんな会社がこんな形で開示してますっていうのを見ていただきましょうかね、うん、例としてね。これまあ大成建設、まあ、銘柄コードが1814なんですけど、はい、これは昨年の、ね、12月15日この大成建設っていうのを開示出してるんですね、はい、でこの時にあの去年のまあ6月時点でプライムに未達っていうのが出てて、でここの企業のまあ流通時価総額6月時点で、64億8000万しかないと、流通時価総額がね。でこの12月15日の時点でもまだ74億円しかないんですよ。それを会社が公表してます、この12月15日の開示で。で同じくこの6月30日の時点で、まあ、さっき言ったんですけど1日の平均売買代金2000万必要なんです、うん、それがここの企業って900万しかないということをあの発表しました、はいはいはい、ただこの12月の15日時点で1日の平均売買代金これはクリアしたと、うん、6月には未達だったんだけど、はい、12月の時点では達成している。ただここの大成建設は流通時価総額12月の時点でもまだ未だに74億円しかないということで、じゃあ今度株価を上げる中期計画を出した中で、これ配当成功後々まあ 50% を高めようということを、まあ、これはもうあの株価だけなんですけど、まあ、他にも営業利益がまあ他社に比べて低いですよとか、うん、まあ、自分がこう書いてあったりとか、じゃあその営業利益をどう高めるためにはどういうことをするかというと、やっぱ DX の向上と、うん、いうことをこう掲げてこの中期契約で ROE を高めていったりとか、うん、あとまあ配当を 50% 高めて、でここを株価に上げてどうにかこの流通時価総額を100億円以上にしようというのがその中期計画から見て取れると。あとはまあテクノスジャパン、これ東証一部の会社なんですけど、ここも達してないので株主還元頑張りますと。まあそうです、これも6月30日の時点で基準から見て、まあ、流通時価総額これ98億なんですよ、うん、じゃああともう2億ぐらいでと思ったんですけど、その後ちょっと株価はちょっと低迷してるんですけど、まあ、ここもちょっと株主優待をだから2023年から導入しようとか、配当金をこうちょっと高めようとか、まあ株主還元にはこういう積極的に、まあ、あと自社株買いとか、まあ、そういうことを掲げているということがありました。まあ、去年の6月時点かな、その東証さんが第一次発表した時に、その時も早い段階で去年の8月ぐらいに中期計画でプライム市場を狙いますっていうのを掲げてたんですね。で12月だったかな、これ業績はねやっぱり良くないです決して、うん、でも大幅な増配を確か発表して、株価上がりました。であともう一つは先ほど、まあ、岡野さん言ってましたけど、大株主ここって軍勢じゃないですか。で軍勢も政策投資からもう外してい、いってたんですね、はい、あの大量報告書っていうのをあのご覧になっていいと思うんですけど、そのだから8月の時点でプライムに未達っていうことを公表して、うん、今度だからこういう計画書を出しますって言った時に、やはりこのプライムを相当狙ってるんだったら、やっぱりその政策投資っていうのをこう外してきてるなっていうのが分かったんですね、うん、その軍勢が保有比率を落としながら、やはりその流通時価総額っていうのを意識した動きが出てきたと思いました、うん、まあ、その後ちょっと決算とかあまり良くなかったんですけど、その後ですね、あの大幅な増配を発表したということがありました。